ファームウェアはですね、カメラに搭載されているハードウェアを制御するものでして、まあ、いわばカメラの頭脳となって、カメラを動かす部分になります。 E の M1 に向けてかなりの、改良を行っていますが、特に、注力をしたところがオートフォーカス並びに連写の、性能アップになります。オートフォーカスについてはフォーサーズレンズがストレスなく使えるようにするために、改良を行っております。また、連写性能についてですね、ハードウェアの見直しから行って連写数を上げるようにしています。今までオートフォーカスとライブビューというのは一つの CPU で処理をしていたんですけども、この E の M1 からは新たに CPU を用意しまして、それぞれが並列して処理ができるようにしています。コンティニアス AF を使った状態でも秒 6.5 コマの撮影が可能になっています。またこのライブビューの処理を高速化したことによって像総取時間というのが劇的に短縮しています。大規模なファームウェア開発となったんですけれども、オリンパスのフラグシップとしてふさわしいカメラになったと自負しています。よりユーザーが狙った絵が撮れる、それが E の M1 だと思っております。